今我が党にはめちゃめちゃ逆風が吹いてます。だからそんなことは僕はあまり気にしてなくて、2年後の参議院選挙の時には変わってると思います。っていうのは1年前にね、ちょうど僕はガーシーに出馬をお願いをしてですね、あの時ガーシーなんだみたいな、でもガーシーって一瞬に出てきて一瞬にして消えたっていうか、まあ消えたって怒られますけど、あのすごいスピードだったでしょ。だからこのように2年もあれば今ネットの世界で大きく変わってくるんですよね。でガーシーがやってくれたことっていうのはすごく大きくて、今ジャニーズの問題が世の中出てきてますよね。あれ最初にっていうか、国会議員のガーシーがカウアン君のね、あのビデオを出してくれたことによって、カウアン君との対案を出してくれたことによって、ジャニーズ問題、今テレビが喋るようになってきましたよね。もう20年以上もうジャニーズ北側の性犯罪についてテレビ局は沈黙をしてたのに、でこれからもっともっとこの我々の活動っていうのが功を奏して評価される時が僕は来ると思ってます。 NHK の集金人も9月で来なくなります。で、私自身はこれからね、今政治家女子法廷と党の女の子たち、これやっぱりね、若い女の子は強いんですよ。ただただ、最初のプレゼンにちょっと失敗した程度であって、まあそれは僕はもちろん皆さんにご心配をおかけしているようにですね、まあ大津彩香さんのような人に代表権を渡してしまったことが全ての失敗なので、ここは大いに反省をしておりますけども、まあ生みの苦しみだと思ってですね、ここは自分の失敗について反省をしながらも次につなげていこうと思っています。だからこれはもちろんね、絶対に返せるというつもりもないし、これは何も皆さんにですね、何か会社にね投資をして利益を上げてもらうためにお金をお借りしてるわけでもないんですよ。これ立花隆という人間が本当に命がけでね、 NHK と戦い、そしてこの国のその悪いことをしてる人と戦うために僕はここまでやってきました。一般人がね、元 NHK 職員っていうだけで、パチプロの高卒の人間がね、ここまでやってきた。でそれがすごい、あ、ごめんなさい、これが下にね、ちょっとルンバがあるんで、すいません、踏んじゃった。それをね、評価していただける方に、だから今1億4000万円ぐらいかな、返してほしいっていう申し出があります。でこれ、当然ですね、できるだけ早くお返ししたいとは思ってますけども、まあこの動画を出すことによって新規にお金を貸してくれる人をさらに募集をしようと思ってます。これだから1億4000万返したら借金9億になりますから、そうするとまあ当座の運転資金が確かになくなります。だからそれをちょっと新たに借りてでも対応していこうと思ってますけども、まあ政治だけじゃなくて、これもう4年前っていうのはこれね、スクランブル放送をしようってやったわけです。スクランブル放送で NHK をぶっ壊そうとしたわけですね。でも自民党や他の政党はやる気がない。であればチューナーレステレビを普及してですね、 NHK との契約をどんどん減らしていって、 NHK の収入源を絶って NHK をぶっ壊すっていう方向に舵を切ったわけですね。でもうすでにチューナーレステレビを販売するだけの力、これが何十万台何百万台と来たとしても、需要があったとしても、私の会社の方で販売することができるところまで足固めしています。つまり何もこの僕の会社や、政治家女子48党という国政政党は目に見えないその利益というか財産をですね、どん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 積み上げてきてるんですよね。まあそれが何よりも証拠に、今回こうやって弁護士さんがやってくれるということであったりとか、多くのね著名人の方が僕と、まあもう一番分からすのは堀江門ですよね。まあ今日も堀江門とちょっとね、相撲協会の顔かっていう話をしてますけども、ちなみに僕のね待ち受け画面、これ松浦さんですね、エイベックスの松浦会長とも、まあ今月は無理でも来月ぜひね YouTube コラボしましょうということで話をさせていただいてますが、まあ人脈がどんどん広がっています。で確かに NHK 党とか、まあこの政治家女子法廷党ってマイナスなイメージを持っている方多いんですけども、まあ一方で我々本当に変えようとしてるわけですね。常識をぶち壊しにいってるわけですよ。だから普通とか常識とか
なんか当たり前みたいなことを言われたらそれは無理です。ただ本当に常識を疑って、これからはそのテレビからネットの時代に来てます。そして電通からグーグルっていう波に来てます、流れに来てます。そこに僕は乗ってると思ってますから、理解いただける方は政党や会社の株をですね売るかもしれません。今のところ、今このチューナレステレビの株を売るつもりは今のところないですけども、ここでお金をですね、資金を調達して利益を上げようということも考えています。で、あと私は党から個人として3億円、まあガーシーの部分も含めて3億円借りています。で、僕がしっかりと自分の会社の方で利益を上げていけば、党から僕が個人的にお借りしている会社、あのお金も党に返済できますから、これからどんどん会社の方で利益を上げて党に借りている3億円もちゃんとお返ししていこうと考えています。で、チューナレステレビの普及については政見放送を使ってですね、チューナレステレビに買い替えて NHK をぶっ壊すみたいな、うまく政見放送を利用してね、これ本当に選挙に出るとお金が儲かるっていう制度なんですよ。トータルとしてね、党は当然赤字ですよ。でも会社の方は利益が上がるんですね。もちろん政党助成金という形で票に応じたお金も入ってきますから、この辺ちょっと説明をね細かくするのは難しいんですけども、あとは立花隆をどこまで信用できるかどうかにかかっていると思います。僕自身これまでですね、人を騙したりとかそういったことをしてきておりません。まあゼロ、全く騙してないかというとあれですけども、債権者の皆さんに対してですね、しっかりと皆さんに、お金を返すこと、もちろんちゃんと約束した利息をつけてお返しすること、ちゃんと利息つけてお返ししてますよね、これまで。立花隆一人放送局株式会社の株もですね、1.2 倍ですね、 20% 増で、僕が買い取るという形でしていますし、これまで立花さんにお金を貸して利息とかお金返してもらえなかったことってどこにもないでしょう。そういうネットの書き込みはどこにもないでしょう。そこは僕はちゃんとしてきていますから、そんな書き込みがあったらすぐ教えてください、その人訴えますから。だから今回も最悪な状態で11億円は入ってくるので、今10億4000万円等に貸してくれてる333人の債権者の皆さんは少しお待ちくださいとお願いしていますが、ちゃんと予定通り裁判に勝って代表権が取り返すことができればですね、しっかりと皆さんからお借りしている財産をですね、資産を運用してですね、年利 5% でお返しをしていくということはきっちりやらせていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。あとね、まあもちろんご存知かと思いますが、党が借金にその政党助成金を使うことができないという規定があることは存じ上げています。ただもちろんその党に入ってきた政党助成金を一旦、資金管理団体かな、ホリエモン新党に寄付をしてそこから返してもらえばいいというですね、まあ、法律のまあ改正があるとちょっとどうしてもできませんけども、そういったこともちゃんと対策は考えていますので、合法的に皆さんからお金を借りして、ちゃんと合法的にお返しをしていると、まあ、もしこれが違法だって言うんだと僕とっくに捕まってるじゃないですかね。というところでですね、安心してというのもおかしいですけど、こういう計画ですので、返金希望の方はもちろん返金を希望してください。で、新たにですねお金を貸していただける方をまた募集すると思いますので、その時にはぜひよろしくお願いをいたします。ということで以上で終わります。 NHK をぶっ壊す。